いい景色。あ、もう遅い。1時間待ったんだからね。ということで、こんにちは、ロゼリア、氷川小夜役の工藤遥香です。バンドリエピソードオブロゼリア2ソングアイアム公開まであと3日ということで、いやあと3日間も待たなきゃいけないんですね、この待ち合わせ。明日は誰が来るんでしょうか、気になります。ということで、前編の方の約束では、さよはすごいリサに対してね、こうちょっとこう、そんなこと言うなんてみたいなことだったりとか、あとユキナに対してもね、あなたと私はホニャホニャホニャってね、すごくメンバーに対して真摯に向き合っていましたけれども、ソングアイアムの方ではね、もう果たしてどうなるのか、すごい気になりますね。ということで、エピソードオブロゼリア2ソングアイアムで果たしてみんながどんな風に描かれているのか、ロゼリアの物語をお楽しみに。皆さん、劇場でお待ちしてます。まだかな。バイバーイ。